岩手県住みます芸人アンダーエイジ、 NSC 東京11期生芸歴15年目住みます芸人第1期生、岩手に住んで11年が過ぎようとしている、熊谷雄介、岩手県花巻市出身、結城多門、山形県山形市出身、 NSC 出身者では唯一の東北人同士のコンビ、日本一広い県岩手を東奔西走、笑いで元気を届けてきた。雨っすね。雨っすね。まあですけど撮らなきゃないっすよね。そうっす、だって納期があるから。芸人になろうときっかけは、いや、ちっちゃい時からずっとやりたかったんですよ。けど岩手のさらに花巻市なんてすごい田舎で、特に30年前に芸人になるってなんかちょっとは無理だろうって思ってたんですよね。今みたいにネットもないし、なり方も分かんないしってなった時に、東京に大学進学で僕学校の先生になろうと思って教員免許取りに行った時に、周りにいた仲間たちが偶然ミュージシャンを目指してるとか、モデル目指してるとか、ジャニーズに履歴書出したことあるとか、そういう友達が周りにいて、え、別にやりたいならやりゃいいじゃん、恥ずかしいとかないよ、世間体とか関係ないよ、まずそれでダメだったらダメでもいいんだからやってみたらいいじゃんって言って、確かにダメでもやりたいことやるって恥ずかしいことじゃないよなっていう風な価値観になってって、誘われたからです。誰にですか？熊谷さんに。そう、僕のオーディションにな。はい、そうです。それまでは芸人になろうとは思ってはいなかったんですか？あ、好きは好きでした、お笑いで。僕就職活動もしてて、はい、で僕あのずっと 小学校からずっとスポーツやって、中学校高校大学と陸上部であの結構バリバリやってたんですね。でその流れでスポーツジムでトレーナーになろうと思ったんですけど、でそこで何回か研修に行ったんですけど、そのサポートする役ですよね、やったんですけど、やっぱりそれまではずっとプレイヤーでサポートされる側だったんで、でサポートしてみて、あれなんか違うなというか、なんかちょっと寂しいなみたいな、やっぱりプレイヤーでいたいなっていうのがあって、だからあの本当アスリート感覚で、スポーツ感覚でお笑いやってます。パンサーの向井くんとか、うん、チョコレートプラネットシソンヌ、そして一番最初に売れたのは江戸晴美。そうですね、同期だけで500人ぐらいですよね、うちらの11期は。東京だけで500で、うん、大阪で600人だからね、うん、言ったらもう全部合わせたら1000人は超えてる、ね、同期がいましたね、うん、はい。本当毎日のようにもう売れる売れない関係なく、もう先輩とか同期と毎日のように飲んでは、まあ当時は合コンしたりして、本当記憶喪失なぐらい、こういつが今日でいつが昨日か分かんないぐらい遊んでたイメージはあって、であの楽しいんすよそれって、こう売れる売れないとか本気のネタ正直考えるとかじゃなく、なんか芸人と遊んでるだけでなんか変な充実感あって、でもそれって売れるとはまた程遠いわけで、変な錯覚に陥ってましたね。それで満足しちゃってて、で日々楽しいし、で周りも売れてない同期とかもいるから、まあまだいいかって言って言い訳して、だから楽しいけど今思うと怖いですね。抜け出せない日々を送ってたんじゃないかなっていう、うん、朝結構早めに起きて、あのパチンコ屋さんに並んで真面目だな。はい、同期3人で一軒家でルームシェアしてたんで、やばい家賃払えないぞっつって、その3人でも朝から真面目に並んでその家賃のために、家賃光熱費のために真面目に並んでたっていう日々ですね。はい、まあ楽しくやってました。でもそれなりに、ね、自分らなりにはやってたんですけど、結果はやっぱりですで、そうですね、こう売れるっていう言葉からは程遠い日々を送ってたと思います。前の見えない2人に転機が訪れる。各県に芸人を住まわせる、あなたの街に住みますプロジェクトが。
悩んでました、その話いただいた時は。僕はちょうど M1 が終わったんですよ、その半年、まあ数ヶ月前に。ちょっとどうしたらいいんだろうみたいなところがあったんで、なんかそのきっかけ欲しいなっていう。すみません芸人どうですか、しかも熊谷さんの地元ですって言われて、僕ちょっと待ってくださいと。で断ろうと思ったんですね最初。で断る口実として、口実として相方が岩手じゃないので、まず相方の意見聞かないと僕一人では決めれませんって言ったら、もう事務所がいや、あの相方の多聞さんはもう OK 出してるんでみたいな、うん、あと熊谷さん次第なんですみたいな、うん、何お前勝手に OK 出してんだよっていう、あそうなのって思って、そこでもう山形出身の相方、岩手にねゆかりない相方が OK 出してるなら僕ももう断る理由ないよなっては思ったのがありましたね、うん。ただまあとにかくあの住みますプロジェクトで地域を盛り上げていくという気持ちは全くなかったですそのいうなんか自分の人生のターニングポイントだったり、その自分がね、まあ、だから最初はまず地域のこと考える余裕がなかったってことでしょ、うん、全くその全く正直そんなね、我々自分のことでいっぱいいっぱいだった時代でっていう、はい、あとこっち来てその岩手のために頑張りますみたいになってたんですけど、ちょっとどっかでなんかそこまで言わんでもいいんじゃないか、ちょっと空虚な感じ、あの僕らだけ、うん、住みますプロジェクトがこう始まった瞬間からレギュラー番組があったんですよ、うん、岩手のめんこいテレビっていうテレビ局が安大維持使ってくれるっていうお話で、他の県なんてまず住んで挨拶回りから始めなきゃいけないのに、僕らだけもう住んだ初日からメイン番組のレギュラーを持たせてもらったので、正直運良かったと思いますね。そうですね。いやそれはね、うん、本当やっぱ行ってみないとわからないことってのは山ほどあるんで、行ってまずびっくりしたよね、本当何もなくなって、うん、僕はもう地元なので行ってた場所がもう面影もないというか悲惨な状態だったんで、うん、いやもうお笑いできるような環境じゃなかったですよね、うん、僕こっちに来て一番きつかった仕事何かって考えたら、その一発目のロケ被災地ので、その被災者にインタビューする、あれが一番きつかったなって今思うんですけど、その時にその取材対象のお子さんが、女の子がなんかお花くれたんですよ、野花で、 ありがとうみたいな言ったら、それ貧乏草って言って持ってると貧乏になるんだよつって、なんかケタケタ笑いながらどっか行ったんですよ。でその時なんかすげえこっちが救われた感じして、あなんかやっぱ頑張んなきゃダメだなみたいな、この子たちもなんか明るく頑張ってんなみたいな、そう思ったから、うん、なんだろう、その暗いだけじゃなくてね、前向いて頑張って、うちらも頑張ろうっていうきっかけにはなったっすね、うん、その震災絡みからの復興という意味で、やっぱりラグビーかな、釜石でのあれは本当なんつ、うちらは携われてよかったなっていう仕事の一つですよね、うん、やっぱ難問ないっていうか、完全に流された場所にスタジアムができて、そこに世界のねラガーマンが来てやったのは、あそこね携われたのは確かに大きいよね、うん、岩手の皆様に支えられ11年を過ごした2人、何らかの形で恩返しをしたいと思い立つ。岩手の日本酒業界は消費が落ち込み苦戦を強いられていることに加え、コロナ禍で厳しい状況になっている。2人は南部当時の里岩手の日本酒文化を応援していくことを決意した。岩手ってあの米どころで酒どころなんですよ、うん、こう日本三大杜氏っていうのがまずありまして、まず杜氏っていうのを知らない方もいるかもしれないんですけど、うん、日本酒を作る方を杜氏って呼ぶんですけど、うん、その日本三大杜氏の一つが南部杜氏で、その南部杜氏の発祥が僕の出身地の花巻市石鳥屋町っていうところでして、うん、やっぱその文化っていうのはね継承していきたいなって思ってます。私兄が一人いるんですけど、兄もお酒の名前で、僕もあのタモンっていう清酒タモンっていうお酒の名前から取ってまして、はいはい、日本酒にはすごくその関わりがありますんで、本当美味しい日本酒がたくさんあるので、それを
こう僕らがこう BS 吉本を通じて全国に PR できたらなって、それで飲む人も幸せ、作る人も幸せ、もう全員がウィンウィンになれればハッピーになれればいいなと思ってます。我々の作った日本酒が、まあ岩手県のまあオフィシャルドリンクとして、オフィシャル、はい、まあそういうふうにね発展すればいいと思いますし、スタジオのね皆様にもぜひ召し上がっていただけるような美味しいお酒作りたいと思います。はい、はい。